バトル・オブ・ザ・セクシーズは2017年のアメリカ合衆国イギリスのスポーツ電気映画ジョナサン・デートンとバレリー・ハリス監督サイモン・ボーハイ脚本1973年にテニス選手ビリー・ジーン・キングと当時55歳になっていた往年のテニス選手ボビー・リックスの間で行われた性別感の戦いという男女対抗試合が描かれる出演は エマ・ストーン、スティーブ・カレル、アンドレ・アライズ・ブロー、エリザベス・シュー、オースティン・ストウェル、サラ・シルバー・マンラである。北米では、フォックス・サーチライト・ピクチャーズ配給で2017年9月22日に、封切られた。カッコ内は日本語吹き替え。役名の後の、オリジナル9は、女子テニス協会を結成した9人の選手を指す。キングとリックスの試合で、キングが着たユニフォーム。 テッドティンリングがデザインした。映画でも再現された。聖火会社から協賛を受けて作られたリックスのユニフォーム。映画でも再現された。2015年4月20日、ホックスサーチライトピクチャーズは、ジョナサン・デートンとバレリー・ファリスが、サイモン・ボーハイ脚本のバトル・オブ・ザ・セキシスという大の作品を監督する予定であることを発表した。エマ・ストーンが、ビリー・ジーン・キング役、 スティーブ・カレルが、ボビー・リックス役にキャスティングされた。またダニー・ボイルが、自身の映画会社である、デシベル・フィルムズ、クリスチャン・コルソンが、クラウド8・フィルムズを通して、プロデューサーを務める。9月18日、スケジュールの都合で交番となったストーンに代わって、ブリー・ラーソンが、ジーン・キング役にキャスティングされた。11月18日、バラエティは、 ストーンのスケジュール問題が解決したために、ジーン・キング役に復帰したことを報じた。2016年3月3日、美容師で1981年までキングの恋人であったマリリン・バーネット役で、アンドレア・ライゾブローが加わった。同月後半、エリザベス・シューガ・リックスの妻役、オースティン・ストウェルが、ビリー・ジーンの夫のラリー・キング役。 サラス・シルバーマンがワールドテニス史想刊者のグラディス・ヘルドマン役でキャスティングされた。4月、さらにエリック・クリスチャン・オルセンがロニー・クール役、ジェシカ・マクナミーがマーガレット・コート役、アラン・カミングがテッド・ティンリング役、ナタリー・モーラレスがロージー・カザルス役で加わった。主要撮影は2016年4月13日にロサンゼルスで始まった。 キングとリックスの試合のシーンでは、ケイトリン・クリスチャンが、エマ・ストーンの代役を、ビンセント・スペイデアが、スティーブ・カレルの代役を行った。また、クリスチャンは、オーストラリア出身のテニス選手、ケリー・レードの役を演じている。クリスティ・ピジョンを演じたアシュレイ・ワインホルトは、シングルス最高181位、ダブルス最高109位のプロのテニス選手である。 2017年9月22日に封切られた。日本では2018年7月6日公開。ありがとうございます。